岡山が生んできすぎゆきが岡山とスターダムを盛り上げながら登録者数1万人を目標に人気者になり高い車を買うチャンネル、略してゆきちゃん、イエーイ。はい、ということでね、今日やる企画は、俺が決めるスターダムナンバーワン店舗ということでね、とりあえず自己紹介の方から。はい、じゃあ、あ、僕でいいですか。はい、お願いします。はい、岡山を盛り上げる連中、あ、ちょ、やめとる。ゆきのレギュラーを奪うために来ました、エステに一緒に朝日奈玲です。はい、その代わりこういう格好してもらうけどな。ダメです。一番似合わんだろ。じゃ、続きまして、はい、ソファイア代表の綾瀬みなみです。お願いします。はい、はい、ということでね、いろいろな思いはあると思いますが、とりあえずお店のコンセプトを、コンセプト教えてもらいたいなと思いまして。じゃあ僕がじゃあ選ぶコンセプトは、まあ、若いはもちろんで、イケイケで、負けず嫌いな、子たちを集めた店舗となりますんで。喧嘩にならん。喧嘩にはなるよ、絶対。男の子やから。確かにね、喧嘩にはなる。まあ、それを止めるのが代表と。じゃない子もちゃんと選んでます。止める役もちゃんと選んでます。なるほどね。はい、わかりました。じゃあ続いてみーちゃん、みーちゃんからね。僕のお店はもうお酒を飲むことに特化した一品を選んでますので、まあ喧嘩しかないでしょ。こっちも喧嘩しそう。じゃあもうシュランとイケイケゴーゴーということで、はい、じゃあ早速一番下っ端のホスト、はい、まあ入店2、3ヶ月くらいだと思っていただけたら、2週間ぐらいかな。2週間ですかね。2週間とか。じゃあお願いします、みーちゃんからで。あ、僕からいきます。はい、電気シールズ。なるほどね。大入院2週間だ。ぽいぽいぽい。7年くらいおるけど、ずっと下のコーラ出てるもんね。永遠の新人だよ。お酒に関してもそうだし、まあ、古文、みんなの古文みたいな。海関特攻の一人目みたいな。鉄砲玉ね。鉄砲玉。まあ、こういうキャラも一人。確かに。ちょっと調子者。酔っても面白いし、酔ってなくても面白いし、そう酒も飲めるし。わ、はい、かりました。じゃ続いて、レンちゃんから。はい。はい、レイ君、ソファイア・レイ君です。結構売り上げもね、ですね、めちゃめちゃ若い。いや、好きなところがあるんですよ、僕はもう、この子は。好きなところ僕、たまに時間があればね、従業員の下の子たちと岡山駅に行くことがあるんですけど、絶対必ず毎日います。努力家です。ああ、そうだね。努力家です。キャッチはね、すごく努力家。すごい。で、負けず嫌い。一号でも週3で遅刻するけど、ね、あ、まあそれもしょうがない。それは大丈夫。しょうがない、うん、しょうがない。それを超える努力をするところあるんでね。まあまあ直してほしいところではあるけどね、うん、なるほど、わかりました。じゃあ続いて2番目のホスト、はい、はい、シールズ春。おお、下なんすか。下なんすね。どこにみんな同率だと思ってて。ああ、俺もそうやと思ってました。まあまあまあいいでしょう。全然一律で、多分酒がめちゃ強いと思う。俺も思ったっす。それは飲みに特化したお店なんで。シールズでね、多分1、2争うくらい強いんじゃないかな。春くんが、あ、もううまい。イケメンだし、イケメンじゃしね、アイドル的存在として。売り上げもバチクソ上げていきますから、ね、でも看板ホストやねんな。確かに。それをこれを超えるんですね。これを超えるかもしれない。なるほど、じゃあ続いてレイちゃんお願いします。はい、でん、はい、リク、シールズリクです。すごく真面目で、しかも、まあ、この子も負けず嫌いっていうところがやっぱ強いんじゃないかなと話してて思って、まあ一緒に野球もしてたんで、僕も野球してたんで、野球してるやつはね、結構負けず嫌いが多いんで、間違いじゃないんかなと思っていただきました。わかりました。続いて、3番目のホスト、でん、シールズ、マネージャー源氏。おお、この店すごい癖が強いな。癖が強いな。これはまあお酒強いんかどうかわからんけど、弱いです。弱いの。源氏は弱いです。弱いんだ。ぱっと見の味噌。ぱっと見はめちゃめちゃ飲めそう。まあ、かぶらない大人の井戸兄弟。ああ、確かに。ということで、まあ源氏かなと。なるほど。大人ですからね。まあでもね、大人の魅力もそうですし、まあ仕事ができる。かぶらないキャラだし、コールも上手いしね。うん。じゃあ続いて。あ、僕ですね。レンちゃん行こう。はい、はい、光る。これはね、負けず嫌いってとこはないんですけど、同期ということもあり、僕自身がね、同期ということもあり、僕の愚痴をね、聞いてもらう立場になって、こいつは多分、愚痴を言ったとしては、まあ頑張れやとしか言わないでしょう。そういうタイプの子なんでね、ヘルムもすごくできてね、いいバランスを取れる立場になってくれるんじゃないかと思って、いただきました。コールも上手。ちょっと遅刻癖あるけどな。遅刻癖があるやつ。オーナーにめっちゃ怒られるね。まあでも騒がしいお店になりうるね。わかりました。じゃあ続いて4番目のホスト、お願いします。レン、
エッセリー官房さん、後世後世言ったらポンコツだよもうポンコツさ、ほんまに自分の店からわかるから酔っ払ってやっちゃうところがなんか面白いの。いや、おもろいですよ、こいつは。なんかちょっと人懐っこい感じ。ああ、確かにね、人懐っこい、可愛がられそう、はい、なるほど、わかりました、はい、じゃあ続いて、はい、多分サファイア清ほうです。まあこれも光と一緒の理由ですかね、ほぼほぼ同期っていうところもあるんで、まあ負けず嫌いとか多分薄れてるんですけど、こいつも安定があり、めっちゃイエスマンやで。光と清に僕は愚痴を聞いてもらおうかなと思います。いや、まあ、でもそのいや、その枠よ、こいつは。こいつはその枠ない。なるほど、わかりました、はい、続いて5番目のホスト、お願いします。はい、デンブ。あー、出た、おー、ゴムだ、確かに。アキラ、アキラコール隊長から出てくると思ったね。俺も出てきた、結構多かった。まあイエスマンっていうところで扱いやすい。結構オールマイティーに接客。あ、確かにね、つけない席がない。そう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 。なんでまあ飲み席あるかすぐ行ってこい、うん、2つ返事で入る。めっちゃいい人よ。で、結構長いよね、昔から夜もしてて。うん、だから男のお客さんにも好かれるし、うん、何でもできる、ね、本当に。ね、続いて、はい、レンちゃんの5番目、ホストリーグ半年か1年ぐらい。そうね、半年1年来ました。でん、サファイア、トウヤ。ほう、サファイア、トウヤ喜ぶぞ、あいつ。いやー、もうな、喜ぶと思う。ちょっと下向きなとこがあるんですけど、まあ負けず嫌いって本番は多分あるんじゃないかなと思うんで、まあ、若さゆえのね、ちょっと下向きというか、ところはあるけどね。僕はもう、尻叩いて、600万出そうかなと思うんで。尻は本気で叩くんやろ、つってめちゃくちゃメンヘラだけど。それは、それは生かすんだ。逆に、メンヘラ得意なんや。勝ち気な店とか書いてるけど、ヘラりそうなお店ですね。尻を叩くの俺の仕事や。なるほど、わ、はい、かりました。じゃあ続いて最後のホスト、もうこれはね、まあ役職も与えてもいいかなという寸前の子やろ。そう、寸前の子ね。じゃあぜひお願いします。1点、エッセニー部長イブ。おお、寸前なんや。寸前部長降格。もう飲む店ってなったらもう一番に、まあ、確かに、ね、いや、もう一番ですよ。一番に入るね。すげえ、スターダム1、なんだ、地上中1飲めるってか、岡山1飲めるんじゃないかな、本当に。やばいけどな、衰えてないっていうところが。いやー、濃いな、そっち。こっち濃いな。まあ、こっちね、レンの方はこれからの成長をね。そうそうそう、これはそれを見とるから。目標の店やから。先5年見とるか。まとまらんだろうな、あのメンバー。こっち先5年死んどる人ばっかり。全員監督壊して。まあ納得の人材ですね、はい、このお店では。まあさすが入るだろうなという、はい、じゃあ続いてレンちゃんの、はい、シャンティ太陽。ほう、もう眩しい、名前の通り眩しい。眩しいと、眩しい、もう元気があって、まあ負けず嫌いそうな顔をしてるじゃないですか。そうな顔ね、あんまりね。よく喋るよ、よく喋る、よく喋るし、なんかずっと言うた。変なやつやな。ホストークで役職やっぱ上げない。上げない。まあ今後期待のルーキーだよね、本当に。続いては、はい、役職になっているんですが、役職メンバー、コール隊長、はい、お店の花形ですね、はい、お店の色を作ると言っても過言ではない、はい、そんなホストをお願いします。でん、お、かぶった。お、光る、光る。悩んだな。ヘルプもどの客でも仲良く、煽りやすい環境を作ってるのと、あ、確かにね。あとやっぱりマイクパフォーマンス、声に関してはいいかな。いい声しますね、彼。うちではホスト4に入ってますよ。確かに。結局まあヘルプがうまいよね。まあみんな言うけど、ヘルプできる人の方が体調が確かにいいかなと。なんか一緒にご飯ついてくるイメージがあるね、彼は。気づいたら横に。気づいたろ。あれ、お前呼んだっけみたいな。気づいたろ。じゃあ続きまして、レンのコール隊長お願いします。はい、行きました。うちのコール隊長はこちらです。シンフォニア、アキラくん。だよね。まあ光がすごい出てきたからね。そう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 。アキラだろうと。光とアキラくんで、もうこうコールのね。うまく回してくるし、こちらもうまいし、いいんじゃないかなと思ってうちは選びましたね、アキラくんを。確かに、二人ともうまい。扱いやすいイエスマンですけど、めちゃめちゃイエスマンやな。コールできるやつってイエスマンが多いんかな。アキラはね、めちゃめちゃ出た。なんだろうな、アキラのことをずっと言いすぎてもう出てこんのよな。もうそんなに出た。いや、もうほぼ出てきてる。やっぱすごい、みんなに人気。じゃあ続きまして、はい、看板ホスト。看板ホスト、お店の顔はもう彼でお客さんを呼ぶと言ってても過言ではない、うん、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。シャンティ代表、飲む看板ホストね。飲む看板ホストでもミスターしかいないから、ね、いらん、おらん、おらん。彼の知名度的にもやっぱり県外まで、はい、あるし、一切目当てでお店に来る女の子も多いんじゃないかな。いますね。盛り上げるのうまいぞ、この人は。ピカイチでね、めちゃめちゃうまいぞ。まとめれるな、確かに。ピカルとイッサって多分常に一緒におるよ。おる。おん
同じこう接客をしようっても煽るのうまいよな。そう、従業員を煽るのもうまい。なんか途中まで一緒に味方でやっていきよったのに急に敵になる。何この男みたいな。じゃあ続きまして、はい、連の店の看板ホスト。いやこれはな、もう一発目に決まりましたね。シールズ、ソータくん。ほう、はい、僕のタイプです。ただ単にやれるってこと？やれる。マジで？やれるよ。もう可愛い、可愛いけどもう目も見れない。もうお酒飲んだらなんか発狂するらしいけど。まあこの子はもう完全に看板ホストですね。一番地雷じゃないか、お前の店で。いやいやいや、可愛い。もう仕方ないかなみたいな。今日お腹痛いです。あ、可愛い、大丈夫かってなる。今日はお酒飲まないでって。いや飲ますけど。飲ますの？アメとムチを使っていくと。はい。なるほど、わかりました。看板ホストです。で続いてこっからはね、お店を任せられるという、お店の管理もできる、そういうホストですね。はい、お願いします。はい、なあ、飲めんやん。飲めないなあと。まあ、そこまでいいだろ、飲まなくてもいいんだな。あ、飲んだ風ができるってことですね。で、まあ、いちごの手足として、まあ、高広入れてるんだ。ほんまや、ほんまや。なるほど。一茶の手足で光が入っている。いちごの手足で高広が入っていると。イブ君の手足に構成が。うまいこと作ってる。まあ、オールマイティなイメージ。やっぱり、ね、接客に関しても、もう数字も、従業員の関係とかも、やっぱり尊敬できますもんね、やっぱ。確かに。すごいかな。まあ、みんな寄るけど、いちごが右向けって言ったらみんな右向くみたいな。いや、まあ、売り上げ枠ね、まあ、売上枠安定のね。でも、みなみくんの店、やっぱ先2年ないっすよ。ほんまや。2年ないっすよ。可能性伸びしろ。なるほど、じゃあ続いて、レンの店の支配人を。いや、もう決まりましたね、これは。僕の同級生でもあり、ライバルでもあります、シャンティ。ハンボーサー、いぶき。いぶき。ほう。大人やな。大人。大人。うん、大人。この中でね、まあやっぱ僕の店を任せられるというか、喧嘩にね、やっぱそういうお酒を飲んで、負けず嫌いな僕のお店の中で、一人冷静な息吹を入れて、まとめてもらおうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。もうシャンティの123常に入ってるよね。うん、入ってる。で、締め本数も多いし、多い。わかりました。続いて最後ね、はい、最後店の2番手、右腕。はい、もう彼ね、代表がいなくても回していけるだろうと。はい、そういう人を選んでいただいたと思うんで、はい、じゃあお願いします。はい、でん、エスター。でん、かわいい。ひなみくんかわいい。いやー、やっぱ俺だな。でも、5年後死ぬんだ、お前。死んだら、死んだら、死んだら、これ殺される。死んだら。でも、まあ、冷静なところもある、大人なところもある。まあ、お酒飲む子が多いから、まあ、喧嘩とか暴れる子も多いと思うから、そこはレンが止めると。僕はね、腕で、腕力で、腕力で。イブ君は無理っすよ。イブ君この2人の腕力すごいし、イブ君もすごいし。そこかなと、はい、ありがとうございます。大丈夫？ほんまにまとめ上げれる？いや、できるよ。統括として。いや、クセ強いな、でも。いや、すごいよ。いや、濃いな、色。セしかないよ。色濃すぎるわ、ちょっと。なるほど、わかりました。続いて、レンのお店の右腕。はい、僕のコンセプトはザ男、勝ち気な店、負けず嫌い。なるほど。その中のナンバーワンですよ、僕の中では。はい、シールズ8。はぁ、クイーン8です。負けず嫌いだね。負けず嫌いのイメージ。若いし、強いかもしれない。僕だけの店にしたくないんで、うん、僕の意見を言ったとしたら、でもこれはこうした方がいいじゃないですか、ちゃんと言ってくれそう。あ、意見をね、言ってくれそう。なるほど、うん、お酒も結構飲めるね。うん、飲む。飲んだら結構ポンコツだよね。ポンコツでも大丈夫。何回右腕おっとんって感じじゃないですか。この前聞いたら4回って言った。起きたら腕折れた、やばい。びっくりするやろ。はい、なんか全然違ったお店の色になったね、これは。なった、うん、なんか楽しそう。どっちのお店行っても楽しめそうだよね。全然かぶる。どっち行きたい？僕ですか？僕は全然レンのお店で死にたくないで、僕。なんでよ。でも楽しそう。なんか売り上げを上げなくていいんだったらいいかなみたいな。なんか酒飲むだけで給料なんかある程度もらえるんだったら。逆にね、レンちゃんの方はな、結構落ち着いた。まあ今後どうなっていくかがちょっとね、もう店の中でのこのやり合いがすごそうやね。確かに。新規とね、来て泣く子が多そう。多いだろうな。そういう子が好きなんや、俺は。まあ月曜日があるっていうのは楽しい。楽しみですね。はい、ということでね、今回は全く違うお店を作り上げたということで、皆さんはどちらのお店に行ってみたいですか？まあ入店してみたいとか、お店に飲みに行ってみたいみたいな、そんなことがあればコメント欄にぜひ書いていただけたら、はい、多分2人とも喜ぶと思うのでお願いします。はい、まあ、まあこの動画がね、面白かったなって思う人は高評価、そして、ああ、おもんなってね、思った方は毎回言ってますけど、高評価、高評価お願いします。お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、さよなら。えい。